여러분안녕하십니까昨日の授業で、まあ、受講生の方から言われたんですが、美音化とか音変化は発音しやすいように変化するんですよねって言われたんですね。発音しやすいように、音変化するというのは、それはですね、正直言って間違いなんです。韓国人のネイティブの先生がそういう説明をしていることが時々あるようですね。私も実際に数人の先生、見聞きしていますし、受講生の方からも、時々そういうことを聞くんですね。発音しやすいように音変化するのではないということをちょっと検証していきたいと思います。まずこれですね、ここにもう音変化したものを書いていきます。発音する通り書くと、これはインヌン、 N にニウンに変わりますから、これは発音しやすいように音変化していると言って正しいです。ところがですね、これはオンヌンですから、ミウンの音に変わりますから、これはいかがですか。これは日本人にとっては発音しにくいんです。これは日本人にとってはニウンですね。ニウンとして発音した方が発音しやすいんですね。なぜかっていうと、日本語は後ろの音を発音するために準備しますから、オンヌンと発音するのが発音しやすい。オンヌンというのは発音しにくいんです。これもそうです。モンヌンが正しいんです。これが正しいんですが、日本人としては N ですね、モンヌン、ニウンで発音する方が発音しやすいんです。ですからこの美音化だけ見ても、日本人にとって発音しやすいように音変化するのではないということですね。ただまあ、この場合はですね、モッヌン、モッヌンというよりは、確かにモンヌンの方が発音しやすいんですけども、さらに発音しやすいのはどれか考えると、やはり日本人としてはこう間違える可能性が大なんですね。発音しやすいっていう意味ではモンヌン、これが一番発音しやすいんです。ところがそうではない。むしろ、意識して発音しないとうまく出ないモンヌンとなるわけですね。だからこれ気をつけないといけません。それから流音化もそうですよね。日本語ではですね、信頼って言ってリュルとニュンの連続っていうのはちっとも苦痛じゃないんですね。シッラとかソッラルって発音するのは、それは日本人にとって発音しやすいように変化しているのではない、これもそうですね。これをソウリョと発音するのが一番発音しやすいんです。ところがこれがソウルリョとなる。これもそうですね。日本人にとってこれはセギョンピルと発音するのが一番変異なんですね。ところがこれはここにニウンが挿入されて、そのことによってここは美音化しますので、センギョンピルになるんですね。これは非常に発音しにくいんです。またこういう理屈を覚えないと発音できないんですね。つまり発音しやすいように音変化しているっていう説明は、韓国人にとって発音しやすいようになんです。ですから日本人学習者にとって発音しやすいように音変化しているっていうのは、ごく一部は確かにそう。それは本当にごく一部には当てはまるけれども、それ以外はこのように発音しにくいんです。音変化する原理を理解して、そして学習していかないと、発音しやすいように音変化するとだけ覚えてると、とんでもないことになります。